ゾフィードロテアフォン・ブラウン・シュバイク・リューネブルクは、ハノーファー公子、ゲオルクルート・ビヒ、後のハノーファー選定公兼イギリス王・ジョージ一世の、妻。ただし、夫が、選定公くらい及び王位を継承する以前に、離縁され、32年間遊兵された。こを通じ、イギリス王室及び、プロイセン王室にその子孫がいる。実家のリューネブルク公領に基づき、ゾフィードロテアフォン・チェレとも呼ばれる。 英語表記では、ソフィア・ドロテア・オブ・ツェルとなる。また長く遊兵された城にちなみ、アールデンの皇女としても知られる。なお、日本語の書籍では、ゾフィア・ドロテアと表記される場合もある。父は、リューネブルク公、ゲオルク・ビルヘルム。母は、エレオノール・ドルブリューズ。ソフカレンベルク公、ゲオルクには 4? 男があったが、長男は創世し、次男ゲオルク・ビルヘルムは、皇寮を4。 男へ譲り、三男はカトリックを信仰したため、不適格となり、四男、エルンスト・アウグストが公爵位を継承した。ゲオルク・ビル・ヘルムは、プファルツ先帝公、フリードリヒ五世の娘ゾフィーと婚約していたが、彼女が天然痘により、養殖を失ったことなどにより婚約を破棄した後、1665年に、フランス人の愛称、エレオノール・ドルブリューズと既遷結婚した。 先帝公女ゾフィーは、その後、エルンスト・アウグストと結婚し、ゲオルク・ルート・ビヒラを生んだ。ゾフィーは、イングランド王・ジェームズ一世の孫娘であり、メアリーにセ夫妻とアン・女王には、着手がなく、イギリスの王位継承権は、ゾフィーの子孫に限られていた。1691年、子供たちと1666年9月15日、リューネブルク公、ゲオルク・ビルヘルムと、 愛称エレオノールとの間に誕生。1676年にエレオノールをビルヘルムスブルク伯爵として正式に結婚し、ゾフィードロテアも着室子となる。1682年9月、ゾフィードロテアは自分の誕生日に重慶ゲオルクルートビヒコーとの婚約を知る。同年11月21日に結婚した。本人にとって気の進まない結婚だった上に、 過去の行きから、シュートメゾフィーとの折り合いも良くなかった。さらに、夫、ゲオルク・ルート・ビヒも、美貌で名高かった妻に関心を持たず、ゲオルク・アウグストとゾフィー・ドロテアが生まれた後は、愛人を作って妻を気にかけなくなった。ゲオルクの愛人たち、ゾフィー・ドロテアの次女プラーテン伯爵夫人の妹である、カタリーナ、エーデン・アルト・メルジー・ネホンデア・シューレン・ブルクが不美人で、あったことは、 大変な屈辱を与えたとされる。そのため、ゾフィードロテアは、ケーニヒスマルクハクフィリップと愛人関係になっていったが、ほどなく、夫に知られ、1694年7月1日を、最後にフィリップは失踪。ゾフィードロテアはゲオルクへの従属を拒否して、離婚を求めた。その結果、離婚手続きが済むまでの間、アールデン城に遊兵された。実母 エレオノーレ以外との面会は許されなかった。結局、ゾフィードロテアは1726年に死去するまで32年もの間、アールデン城に遊兵され続けた。実施ジョージ2世は美しい母の思い出の品をすべて没収され、こうした状況からジョージ1世を激しく憎悪することとなる。このことは、ジョージ1世の戴冠式にもを引いた。また、プロイセン王妃となった同盟の娘は、 ゾフィードロテアの女をプロイセンに呼び、母に対する忠誠に報いた、ありがとうございます。